ていうのはこれしかないんですけど、卵かけご飯を作ってます。これはもう子供と私の日本に帰ってきたら一番食べたいもののいつもナンバーワンです。卵はなんか生で食べたらダメっていうことになってるので向こうでは全然食べないんですけど、もうこれもう本当に子供も大好きで大喜びでこれ作ってくれっていつも言うんですよね。うちの実家はですね、母は白身全部捨てて黄身だけで作るんですよ。だからもっとパサッとした感じで、テレビとか見てると白身も全部入れて作ってる人も結構多いなと思うんですけど、私はですね、黄身と白身2割ぐらい全体の入れて作るような感じにしてます。なんか器買ったらいいんですけどね、なんか余ったらすごい嫌なので極力買わないようにしてます。で、私はちょっと一人しか器がないんで一人しか卵かけご飯できなくて、私はこの蓋の方に置いてで、今朝のおかずはこれですね。すごい美味しそうだなと思って、これもまあ重たいんですごい絶対全部食べきらないと大変なことになるんですけど、荷物がもうギリギリなんで、もうすでに重たいんで、皆さんこのミレービスケットって知ってますか？これ昨日見たのでちょっと買ってみたんですけど、これうちの田舎の高知県で作ってるんですね。私は逆にですね、関西の友達から聞いて、えってこれって高知のやつだったんだって、私子供の時育つ家庭でこれ必ず誰の家にもあったって、こんないろんな味はなかったですけど、コーヒー味っていうのがあったのでちょっと買ってみたんですけど、あとまあ生姜味とかいろんな味があるんですよね。最近は揚げたビスケットみたいな感じで、好きな人も本当好きみたいで、私の友達はすごいこれ好きみたいで、このお部屋ですね、大きなテレビがついてるんですけど、びっくりしたのがですね、テレビ無料じゃないんですよ。1000円のカード買わないとテレビ見られないんですね。うちは2人ともパソコンオタクなんで、それでもなんとかやっていけてるんですけど、受付からですね、郵便とか宅配も送れないっていうふうに言われて、そっちの方がむしろなんか荷物がいっぱい送りたいものがあったので、不便なんですよね。安いので文句言えないんですけど、ちょっと珍しいなって感じですね。普通の全国にチェーンのあるビジネスホテルなんですけど、ここのホテルお部屋に電話がないんですね。郵便物が届いてるんですけど、どうやってお客さんに言うのかなっていう、受付の方がもうしょっちゅう変わってアルバイトの人みたいで、お客さんの顔全然覚えてないと思うんですよ。特に一泊とかしか泊まらない場合は。なので郵便物こっちから聞かない限りついててもなんか言う手段がない。アセトアミノフェンをいつも使ってたんですけど、向こうではそれありますかって言ったらありますって言うんですけど、12錠で1000円以上するんですよね。でなんかの間違いかと思って聞き直したんですけど、やっぱり12錠で1000ちょっとかなって。私向こうで買ってたのがですね、400錠で400いくらぐらいなんですよね。それでもうさすがにそれ買えなくて、アセトアミノフェンは特に高いってことなんで、ちょっと安めだったんですけど、イブプロフェンも高いんですよね。でそれも高いからもっと安いのないですかって言ったら、ジェネリックのですね、薬を出してきてくれて、まあこれ一瞬うわあそれでいいですって言ってもう大喜びで買ったんですけど、60錠って書いてて、で安いなと思ったんだけど、1回2錠なんですね。帰ってきて飲もうと思ったら、そしたらやっぱり30回分で700円ぐらいですかね。もう高いなって、もう忘れたのきついなと思って、頭痛持ちなんで結構薬飲むんですよね。鎮痛剤ってひょっとしたらインターネットで安く海外からインドとかシンガポールとかから買ったりとかできるんでしょうかね。まだちょっと見れてないですけど。